はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで、恋と真空くんがですね、やべえイベント始まりました。なんか今回はですね、エッティな匂いがプンプンしますよ。なんかやばいよね。ということで、そちらのね、新しいイベントの、ま、ちょっと、ま、ストーリー序盤の方、私ね、最近、シンがね、来てるんですよ。シンの好感度が爆上がりしてるもんでね、多分、キャラクターを選んでストーリー展開していくかなと思うんですけれども、ちょっと、ま、触り、一番序盤の方ですね、見ていきたいなーっていうのと、どんなイベントなのかなーっていうのも見たい。そして、ま、ちょっとね、今回、絶景をこの目にっていう素晴らしいガチャが、出てきましたので、そちらの方のね、思念の、まあ、ちょっとした映像も見ていきたいかなと思います。とてもエッチです楽しみです。はい、ということで、まあ、最近ねロード長いんですよね。やっぱ容量が大きくなったせいですかね。こういった真空くんね、あとログインができない問題をね、たまにログインできないの、その問題をどうにかしていただきたい。はい、ということで、こちらの、お迎え誰かな、あ、レイ先生ですね。素晴らしい。そうですね、最近よく会いますよね。最近レイ先生ここでよくね待っててくれる、ありがとう。あ、最初からもう、あ、展開されますね。はい、今回は、はい、店主さんはいらっしゃいますか。よろしくお願いします。雪だる松です。はい、カオスウェブの、はいはい、営業の手伝いをして、あ、なるほど、バイトしに来たっていう感じですかね。はい、あ、オートにしております。早かったらごめんなさい。おのおので見てください。お嬢さんはい、そうなんですよ。ちょっとなんかバイトを募集してるって聞いて、はい、バイターでやってきました。はい、はい、あ、地図が古びており、はい、コレクションの一部じゃ、お宝ないってこと？ちょっと話が違くない？お宝目当てなんですけど、はい、そうなの。ちょっと私的にはトレジャーハンターしてよっていう感じなんですけれども、どうですか店主と。とりあえずその地図をいただきたい。はい、それはちょっと悲しいよね。せっかくさ、トレジャーハントするんだったら、ああ、雪だるまさ、ポジティブシンキングです。ポジティブシンキングです。素晴らしい。そういうね、考え方すごく好きだよ。はい、あ、そうですよ。やっぱりこれだよね。キャラクター選ぶタイプですもんね。私くしは絶対にシンです。ちょっと、ロレツ回って、甘噛みしておりますが、絶対にシンって決めてたんだ、今日は。はい。こちら、はい。まぶし、ね、民族衣装が最高なんだよな、シンの。はい、すごくね、露出が高くて、最初から衣装なのかな。はい、あ、私とシンは今、はい、ドライブ旅行に来ている。あ、ちょっとドキドキしちゃう。デートじゃん。確かにね。いや、もうちょっと私もそうやってさ、ドライブデートしたいんですけど。はい、電波悪いな。はい、ちょっと、いや、いきなり来るのか？いきなり、あー、普段着の方か。まあ、これはこれです。車に乗せてくれないか。ベルト見えてるの好き。あー、お嬢さん。むしろ乗っていかないかい、お兄さん。はい、赤い風船に映る。赤い風船、はい。買ってきたの？このくらい本当に素敵な動詞を持ったお兄さんだ。ああ。ワイが喜ぶと思って、ワイハンターが喜ぶと思って買ってきたの？いや。かわいいし、もうちょっと私かさ、本当に真に首ったけになってる。やばい、ちょっとおかしいな。他の3人ももちろんね、好きなんですけれども、真の好感度がえぐいな、最近。はい、ああ、素晴らしいですね。いいドライブレートです。はい。いやなんかだってさ、どんどんさ、真の魅力に気づいちゃって、私、しかもほら、そんなざっくりとした胸元開いてる。服着てるやつ、絶対いいやつだろ。はい、ああ、腕組み角。わあ、黒い指輪してんの。かっこいい。私、黒い指輪してる男の男性がとにかく好きなんだよな。はい、わあ、本当にファッションセンス最高。はい、そうなんですよね。はい、この札、あたかありがとう。ああ、ちょっと、いや事前家さんなんて呼ばないで、雪だる松って呼んで、松って呼んでよ。はい、あ、スマホを確認した。はい、電波が立ったみたいです。はい、よかったです。はい、通知バナーに表示させる。はい、とりあえず見て。あ、どうしたの？いやー、真のこの苦悩してる表情、とても素敵。どうしたの？はい、何、体調不良ですか？はい、あ、予定をね。はい、夕方か夜に入れているけれども、いつも。はい、あ、そっか、もしかして暑かったの？真。あ、汗の粒が、やだ、ちょっと。あらららら、大丈夫し、熱中症にはね、十分に気をつけてね。寒い。おかしいな、天の弱かな。はい、そうだな、いや、我慢しないで、痩せ我慢しないで汗の粒が見えておりますよ。はい、あ、よかったです。
いや、さっきの苦悶のね表情もとても素敵だってもすごくセクシーだったんですけれども、やっぱね、シンには健康でいてほしい。私はね健康で、あ、終わったか。いやあれちょっと早いな。やっぱまあ ただね、まあ一番序盤ですから、こうやってねストーリー、あのイベントを進めていくことによってで、ストーリーがね解放されていくので、とても楽しみにしようかなと思います。はい、探索したい場所を自由に選びましょう。はい、毎日 1回ずつ追加されます。あ、わかりました。はい、ということでこちらは頑張ろうかなと思います。はい、店主のお手伝いをしましょう。わかりました。どういうイベントなのでしょうか。はい、毎回ねちょっとイベントの、種類が変わるので楽しみですよね。はい、探し物探索モードでは、はい、骨董品店の、要求を達成すると、あー、わかりました。どんなね難しい要求を、はい、提示してくるのか、とっても気になります。合計も、あ、なんだこれは。はい、長押ししてドラッグすると、移動するか、はー、配置することで同じ宝石が得られない。はい、今回の目標です。はい、わかりました。まあ、とりあえず、あ、ぷよぷよみたいな感じかな。はい、スキルには、でもなんかこのなんかここね、ちょっと待って石が、ある感じは、なんか、スイカゲームみたいですね、これ。ちょっと、ちょっと、流行りに乗っかるタイプ。これは完全にもうスイカゲームですね。これスイカ、完全にスイカゲームだ。いやー、本当にこれはもうね、私の得意とするところです。なんて言ったって私はね、スイカゲームで、ワンスイカと、ワンメロン、ダーブルスイカは、作ることはできなかったんですけども、その手前まで行った実力者ですから大丈夫ですね。これは大丈夫です。よかったです。いやー、こういうイベント大好き。私ね、パズルゲーム大好きだからさ、もうこういうイベントはどんどんしてほしい。あー、もう楽しいですよ。この脳汁出ますね、これは。どうしよう、こうイベント中永遠とこれしてるかもしれない私。いや嬉しい。もうね、恋と真空くんってイベントごとにさ、同じなんだろう、こうゲームしないですよね。どういうことって思って、すごくない、企画力すごくないって思って、あは気持ちいい。早速、はい、合計目標、合成目標の、はい、一つができました。あ、これは簡単そうですね。あ、ちょっと待って、操作性が難しいな。これタップするだけじゃダメなのかな。まあ、とりあえずそれはね、おいおい見て、これタップしてもね、落ちないんだよね。どうしたらいいのかな、これは。そこはちょっと難しいな。はい、まあ、どんどんタップしていけば移動できるみたいなので、まあ、頑張っていこうかなと思います。序盤ですからね、まだ最初ですから、はい、どんどんと慣れていきたい。でも全然タップしても反応しねえんだよな。これバグですか。バグなんか、これはちょっとね。いや、スイカゲーム、ただスイカゲームじゃないのよ。このゲームは楽しいんだけれども、ちょっと操作性がまだ慣れないですね。はい、ああ、はい、ランダムに高レベルの、はい、宝石、なるほどね。まあ、ただ、まあ、ちょっと待って、回数制限があるから、まだちょっと、あ、できた、あ、よかったです。あ、そっかそっか。はい、1回、グレードアップしたけれども、2個ね、できたっていう感じですね。はい、わかりました。はい、自分のペース、あ、これは完全にスイカゲームですね。はい、制限時間やクリア条件がないということで、はい、上まで行ったら終わりっていう、スイカゲームですね。ありがとうございます。はい、楽しかったです。まあ、とりあえずストーリーも1話見たし、スイカゲームもしたし、ということで願うの方見ていこうかなと。絶景をこのメニューを、はい、見て、まあ、ちょっとだけ単発回して終わろうかなと思います。もう本当にお前らがいたらそこが絶景だよっつって。お前らが絶景だよっつって、絶景ですね。いや、素晴らしい絶景ですね。これは絶景だ。たまらない、あららら、かわいいね。聖夜は露出が少ないけれども、そこはまたちょっとストーリーでエッティな展開に、持っておいて、これは素晴らしい。これはなんかいいですね。あ、これは中国、あ、これは、あ、これは噂のレイ先生のやつだ。レイ先生が犯罪犯罪の匂いがプンプンするやつだね。これもレイ先生っていつもさ、ストーリーごとにとんでもない展開になっていくの、本当に面白い。こうやってレイ先生に沼るんだよね。あらら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 ら。ありがとうございます。これは絶対、ホムラもやばいんだよね、これ。ちょっと待って。ああ、ことはアラビアな感じがすごく素敵ですね。あららら、ホムラも好き。耳がいい。ここセンシティブポイント。本当に
まあ、あここはここだこれはここが適正かなってこれは完全に制してホムラ欲しいなか。あでもさシンが本当に好きなんだよ最近。いやこのね衣装もさることながらさこれ見て本当にマジで好きなのこのシンがさ。ここ見て優しい表情。いやもうほんとさあの芯に首ったけ、あの自分で自覚あります、芯にどんどんね首ったけになってる自分が、あらららららら強引なところが好き。いや私マジで本当に好きかもしれない。やっぱ芯だよな、芯狙いだよな。まあ聖夜も好きだけどもさ、いや聖夜の優しいところも本当に好きなんだけれども、私ちょっとねあのやっぱり強引な男性が好きだからちょっと芯にね芯狙いでいきたいんだよな。はい、とりあえずはこちらですね、はい、芯を狙って、単発回していきたいかなと思っております。よろしくお願いいたします。レイカイレイ先生でした。ダメでした。まあまあまあ、まあ、とりあえずねこれ一応、デモンストレーションみたいな感じですから、15日か、はい、15日ぐらいイベントの期間ありますので、そちらの方ね、どんどんとこう進めていってで、ガチャもね、はい、頑張って、誰か一人でもお迎えはしたいかなと思っておりますので、もしねお迎えした際には、実況の方もお付き合いいただければ幸いです。もうほんと素晴らしい、もう4人とも素晴らしい。もうねできれば新狙いだけれども、誰が来ても当たりですこれはすり抜けさえしなければねはい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うっぽまつです。はい、ということでですね、なんか運営から10枚チケットもらったなんでびっくりなんですけど、なんか知んないけどすごいプレゼント運営からもらったので、そちらの方になんでなんで急にガチャチケットくれるのまあね、私天井までできない石の数なので嬉しいですけれどもね、嬉しいですけれどもね、最初に欲しかったなってもうなんなら本当にどんどんこうやってプレゼントくれるんであればちょっと15日まで最終日まで待っちゃうよっていう気もしないでもないんですけれどもね。はい、ということで、とりあえずは、はい、先ほどもお話ししましたが、私は新狙いで、はい、新のあの素晴らしき衣装をお迎えするべく頑張りたいかなと思っておりますね。ホムラも二押しで、二押しというか次の時点の希望でホムラ欲しいななんては思ってますね。なんてたってセンシティブポイントだからあれホムラのストーリー良さそうなんだよな。なんかはい、ということですいませんが、もう一回、はい、連接すいません、ちょっとねあの願う会場に行かないと、私早く真をお迎えしないといけないからはい、ということで、1回だけはしたんですけれども、先ほどと同じく、いや、ほんと、いや、聖夜もね、ごめんね、聖夜も欲しいの、私、できれば4人全員欲しいの、欲しいと思ってるの。可愛いんだもんだって、聖夜。あららら。ら。だけどね、10枚しかないの。この10枚に全てをかけるしかないの。まあまあまあ、一応、最終日まではあと20連はできるぐらいの石ではあるんですけど、センシティブポイント、本当マジで何してるんだ雪だるまつっていうか、筆は遊ぶもんじゃないですよっつってはい、ということでさせていただきます。どうでしょうか、ここの時点でもう分かるんですよ、星越し年がね。あー来ませんねこれはダメでした。あー10連ってすぐ終わっちゃう、こうやってねすぐ分かっちゃうから。はい、こちらの、はい、レイ先生ですね。いや素晴らしいですね、レイさん。ホムラ、ホムラのこの顔好きですよ、私とても好きです。いやいや、こんなホムラも好きですね。いやホムラはやっぱ面がいいか、あーいいですね、この光の当たり方が素晴らしいですね。いやホムラがいっぱい、あーこのホムラも好き目元が好き、あーレイ先生いいですね。あ、星4の思念です、ありがとうございます。あ、はい、レイ先生が続けてまいりました、ありがとうございます。あら、なんか最低保証な予感がするぞ、最低保証かいダメでしたやっぱりね運営様からもらったプレゼント分だからね、まあまあまあいいでしょう、ありがとうございました、楽しませていただきますイベントね。もう10枚もらったんだけどなんでなんでね、なんで運営の意図がわからないイベントの初日に時間差で
なぜかガチャチケットを20枚くれるという中でのわけがわからないイベントが発生しております。ありがとうございます。まあ、嬉しいですけれどもね、嬉しいですけれども、このね、もう10枚いただいた10枚で、私は、はい、あのシーンをねお迎えに上がりたいかなと思っております。またここまでさ、ここまでくれるんだったらもう50枚くれよって、ね、1枚本当に星5年確定にしてくれよっていう感じもするんですけれども、はい、こちらダメですね。ダメでした。今回もダメで、もう序盤で分かっちゃうんだよな、星5年がね来ないっていうことが。これがね、あの新宮くんのガチャのね、あのいいところでもあり悪いところでも、あーホムラ素敵ですね、いや素敵、このホムラ、あーいいですね、スケッチ的なね、はい、あ、聖夜です、聖夜も素晴らしいですね。もう結果分かってくるからすぐタップしちゃう。あーシンですね、素晴らしいですね。はい、こちら最低保証かい。最低、やっぱり最低保証でした。まあまあいいでしょう。はい、これで、私イベント楽しもうかなと思います。これで最後だと思います。ありがとうございます。はい、ということで、今回は以上です。ポマツでした。